めていきたいと思いますが、出てくるかな。はい、じゃん。はい、全然動きませんね。はい、ちょっとですね、今日はあの昨日まで暖かくて、今日いきなり寒くなったので、結構ワラビーたち、あの暖かいヒーターのついてるところにいます。この子たちはですね、オグロワラビーという種類のワラビーになります。住んでいます。なので日本の冬はちょっと苦手ですね。どちらかといえば暖かい方が、得意なので、夏場はですねこの子たち結構得意なんですけれども、あのうちではこれくらいの四角い箱に水を張ってですね、まあ、簡易的にプールなんかを作って、この子たちがですね手や足をあとお水につけて涼めるようにしています。えいちゃん、えいちゃんそこから出ないの。出てきてくれませんね。で今、そうですね、今このようにワラビーたちしっかりと手でご飯を持って食べてくれます。でさっきまでですね、ヤイチ君、あのこういう大きい子はですね結構そのまま口でもぐもぐと食べちゃうんですけれども、小さい子なんかはこういうふうに小さかったり大きい人とかもこういうふうに手でしっかりと持ってご飯食べてくれます。今ご飯食べてくれてるのが、ヤイチ君、男の子です。今うちにいるワラビーの中で一番大きいです。だいたい今15キロぐらいあります。でお隣で全然あのご飯食べてないのが、最年長のおばあちゃん、ブブちゃんと言います。この子がですね去年に、10歳になりました。なかなかのおばあちゃんですね。だいたいワラビーたち10年から15年ぐらい生きてます。はい、でこの子たち、オグロワラビーという種類でして、その名の通りですね尻尾が、黒い色になっているのが特徴になります。でですねこの尻尾以外にもあの手足やあとお耳あとお顔なんかも黒い模様が入っていますね。なのでですね、うちには、計5頭のオグロワラビーがいるので、そんなに数が多くないので、私たち飼育員はですね、この子たちの顔の模様なんかを見てこの子は誰かなっていうのを見比べています。さっき紹介した今さっき言っちゃったんですけれども、最年長のブブちゃんだけですね、ちょっとお耳に切れ目が入ってます。とても特徴的ではあるんですけれども、まあブブちゃんはもともとあのよく乳牛なんかがつけているあのイヤータグなんかをつけて、個体識別されていたから、ああいうふうに耳が切れちゃったのかなっていう感じになってますね。はい、で実はあのお隣にも待ってる人がいるので、ちょっとお隣の子にもご飯あげていきたいと思います。はい、で今お隣に出てきてくれてるのが夏五郎という、この子もまた男の子になります。で夏五郎はですね、一人で暮らしているんですけれども、結構です。なんですけれども、結構ですね夏頃一人で寂しそうっていう声も聞こえるんですけれども、もともとこのオグロワラビーたち野生では単独行動、一人で暮らす動物になります。なのでね、逆にこちらに4頭一緒に暮らしている方がちょっと自然界から見ると不自然な感じになるんですね。はい、ただですねこっちの4頭たち生まれた時から一緒にいる子がほとんどなので、今は大きな喧嘩もせずに一緒に仲良く暮らしてくれています。ただですね、今一番部屋の奥に、入って全然出てきてくれない最年少のヤサブロウ君はですね、最近ちょっとお年頃になってきて、このさっき紹介した一番大きなオスヤイチ君とですね結構喧嘩をしちゃうようになってきました。なのでね今自分のくしゃみにびっくりしましたね。結構あのワラビーたち、あの一応あのどちらかといえば臆病で、あのそういう大きな音とかにびっくりするんですけれども、まさか自分のくしゃみでびっくりするとは思いませんでしたね。はい、最年少のヤサブロウ君がですね、この今くしゃみしてたヤイチ君と結構喧嘩するようになってきてしまったので、ちょっとあまりにも喧嘩がひどいようであればちょっと別々に、分けて暮らすようになると思います。でですね、今あのパッと出てきてくれたのがちょっと男らしいお名前にはなるんですけれども、ヤジロウという女の子、メスになります。ヤイチ君の妹にあたりますね。で
ですね、ちょっとあのお名前決まった後にあの女の子だというのが発覚したので、ちょっと勇ましいお名前ではあるんですけれども、このやじろうちゃんはですね、女の子なので、あのカンガルーでよく言うあのお腹のポッケ、育児脳と言われるのが、メスにだけあるのでね、このやじろうちゃんにはちょうど私たちおへそら辺のところにポッケがあります。はい、本当はですね、そのポッケを見てあの男の子か女の子か判断をするんですけれども、なんかどうやらね、やじろうちゃんはちょっとポッケが目立たなかったみたいですね。で、このオグロワラビーたちはですね、その繁殖シーズン、子供生まれる時期がそんなに決まっていないので、一応あの紹介看板に誕生日が載ってるんですけれども、みんな誕生日はバラバラです。誕生日バラバラなので、もしかすると今後やじろうちゃんもそろそろあの赤ちゃんができてもおかしくないお年頃になってきたのでね、もしかするとあのポッケから赤ちゃんの顔が見えたりなんていうのがあるかもしれません。あとですね、あのここにお誕生日は載っているんですけれども、実はこのお誕生日正確なものではないんですね。あの大体私たちがお誕生日を決めるときはですね、お腹のポッケから子供が出てきた日からマイナス6ヶ月した日を誕生日と決めています。というのもですね、この子たちの赤ちゃん生まれた時とっても小さいです。だいたいサイズも重さも1円玉ぐらいのサイズの赤ちゃんが生まれてきます。で、赤ちゃん生まれてきたらですね、すぐに自力でお母さんのお腹を登っていって、さっき言ったあのポッケの中に入ってきます。で、ポッケの中にですね、あのおっぱいもついているので、赤ちゃんは大きくなるまでポッケの中で過ごします。なのでね、ちょっと生まれたばっかりだとあまりにも小さすぎるので、なかなか外から見ただけではわからないんですね。まあ、あのポッケの中を覗いてみると分かったりするんですけれども、まあ、なかなかね、お母さんも簡単にはポッケの中を見せてくれないので、そういうふうに、ポッケから出た日からマイナス6ヶ月を誕生日と決めています。ちなみにですね、今揚げているのはさつまいもと、あと生の人参を基本的に揚げているんですけれども、一応ですね、他にもご飯としてはこんな小松菜だったりとか、あと、どんな動物でも与えているんですけれども、こういう固形飼料、いわゆるあのドッグフードみたいな感じをイメージしていただければ大丈夫です。これが草食獣用の、ドッグフード、まあ、ペレットと言われるんですけれども、ペレットになります。ただですね、今紹介したご飯は一応あの副菜みたいな感じでして、この子たちの主食はですね、実はあの今弥一くんがまさに分付けている、あんまり美味しそうじゃなさそうなこの乾かした牧草、乾燥が一応この子たちの主食にはなっています。ただですね、なかなかね、草食動物なので結構いつ見てもご飯食べていることはあるんですけれども、まあお食事タイムなのでね、必ず食べてくれて、さっきのさつまいもなんかをあげています。あとですね、こういう風に外に生えている葉っぱなんかもむしゃむしゃと食べてくれます。なかなかちょっとね、この時期だとあの緑の葉っぱってなかなか手に入らないんですけれども、てかあのなってる葉っぱもですね、あのその子たち好き嫌いがあるので、あの食べる葉っぱでも食べたり食べなかったりとちょっと差があったりします。はい、この子たち多分まだ葉っぱとかももぐもぐしていると思うので、もしもよろしければまだまだ。野山動物園の閉園時間は4時30分までとなります。あと20分ぐらいしかないのでね、もしもあのワラビー以外の動物を見たいという方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ待ってください。私のお話は以上です。ありがとうございました。やっぱりいい、カンガルーっぽい、カンガルーって、カンガルー、カンガルー